今日はリカちゃんの飛び出す塗り絵で遊んでみるよ。塗り絵をするとリカちゃんが飛び出すんだって。どんな塗り絵なんだろう。遊んでみちゃおう。タッチしてスタート。リカちゃんの塗り絵で遊んでみるよ。リカちゃんをいろんな色で塗っていこう。リカちゃんの髪型はこんな感じかな。ハートの部分は赤で塗って、髪の毛はここはピンクで塗っちゃおう。ドレスは何色がいいかな。お、広げることもできるんだね。リボンを赤で塗り塗りして、あ、全体を赤に塗ったから一つ戻すで。リボンだけを塗り塗りしていくよ。うん、これで OK だね。ドレスのそれ以外の部分はこんな感じのピンクはどうかな。かわいい。あとはお顔の色も塗り塗り、体の色も塗って、塗れないな。あ、スカートが体の色が塗れない。体は塗れなそう。髪の毛の塗り忘れ発見。髪の毛は塗れたよ。そして、なんか足の部分が変なのになってる。あ、塗れた塗れた。お、体も塗れて、首も塗れたね。これで保存。魔法をかけてるよ。あー、色を塗ったリカちゃんが歩き出した。あ、いろんな方向向く。しかもなんか髪の毛にいっぱいピンクの宝石がある。かわいい。立体的になって歩き出したね。広場に行くっていうのをしてみよう。広場で遊ぶにデータを保存しました。背景を選ぶ。いろんな背景が選べるんだ。これにしよう。で、広場、
ちゃんが現れるのかと思ったら何も現れない。どういうことかな。広場。あれ？いない。ハテナマークをしてみよう。キャラクターにタッチすると、キャラクターが出てこないんですけど。どういうことだ？ちょっと戻って、保存。しました。もう一回来るかな。来ない。どういうこと。どういうこと。別の塗り絵でやってみよう。広場で遊ぶ。あ、いるいる。リカちゃんがいっぱいいる。ミッキーを選んで広場に行っても出てこない。どういうことだ。不思議。違う背景を選んだらどうかな。あれ、でも出てこないね。なんだろう、やり方が違うのかな。続きから、続きからで、保存って押すといいのかな。広場に行く。よし。今度はこれで、広場。あー、出てこない。リカちゃんがなんか広場には出てこなかった。だけど、自分で塗ったリカちゃんが立体的になって、こんな風に塗り絵の前でとことこ歩くようになったよ。すごく可愛いね。みんなもオリジナルのリカちゃん塗り塗りしてみてね。わあ、私の塗ったリカちゃんが歩ってる。可愛い。みんなも自分で塗ったリカちゃんをとことこ歩かせてみようね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。